こんにちは、ゆきです。今日は中国語文法レッスン第59課です。今日の内容はこちら。原因を表す余裕、結果を表す接続詞、因通、反問を表す副詞、んだ。今回のレッスン内容を身につければ、以下のような表現ができるようになります。 いつも寝るのが遅いから仕事中よく眠くなるんだ。共通の趣味があることで彼女たちはすぐに仲良しになった。バスは人が多すぎるから僕は地下鉄の方がいいな。これが偶然だっていうのそんなわけないでしょ。私の言ってることが理解できないっていうのじゃあ今日はですね、この三つを紹介していきます。まず、余裕。これはですね、 理由を示すんですね。原因とか理由を示す。inway というのは以前やりましたね。それと似ているんですね。例えば inway の文章。因 n 他每天睡得比较晚。所以上班时往々会困。ですね。ここに inway がありますね。彼は、ま、毎日寝るのが遅いから、仕事中ですね。仕事中によく眠くなると。文法を見るとですね、ここに睡、動詞ですね。ここに晚安。 形容詞があります。動詞と形容詞をつけるときにはこのドで,でしたね。特等意字でしたね。ワンワン。これは前回のレッスンですね。えー、レッスン58課でやりましたね。よく。頻度を表すときに使うんでしたね。ワンワン。よく、まあ、眠くなるとは、クエというのは眠いという意味です。なのでよく眠くなるといった感じです。で、ここでどこで用意を使うかというと、インウェイですね。ここを入れ替えることができます。ここを 余裕にすることができるんですね。インウェイの代わりに余裕。意味が同じですから入れ替えても文が成立するんです。はい。まあ、ニュアンスの違いとしては余裕の方はちょっと硬い感じがあるんですね。なので正式な文章とか、まあ、書面ですね。で使うことが多いですね。で、交互で例えば友達同士とかで話す場合はインウェイの方がはるかに多いです。使う頻度はインウェイの方が多いですね。はい。余裕 あと、インツーと一緒に使える、使われることが多いです。インツーというのは、ここにあるソイと同じような感じですね。結果を表すんですね。結果を表すときにインツーが使われます。例えば、 こんな感じですね。由于他们有共同爱好。因此他们很快成了好朋友。ここにですね、由于因词がありますね。彼女たちは共同的爱好というのは、えー、これは趣味ですね。共通の趣味があると。因此だからですね、他们很快、もうすぐにですね、成了。 なったってことです。ハーポンよいい友達ですね。なので、すぐ仲良くなったっていう感じです。共通の趣味があるから、すぐ仲良くなったと。はい。このようにですね、用意、因通を使うわけですね。因为、そう言ってもいいですね。はい。お、同じ意味です。この因通についてはですね、後ほど詳しく説明します。まずは、この余裕ですね。原因を示す余裕これの例文を見てみましょう。では、例文です。どうぞ。

ビジャワンというのは比較的遅いといった感じですね。まあ、特に訳し出す必要はないんですけど、普段の日に比べて遅いといった感じですね。そういうシャンバンシュ。シャンバンというのは仕事中ってことですね。シュは週報ですね。その時ですね。ワンワン。ワンワンというのは頻度を強調するんでしたね。よくとか頻繁にみたいな感じですね。ほえ、クエン。クエンは眠いですね。なので頻繁に眠くなるといった感じです。 因为他每天睡得比较晚，所以上班时往往会困。由于他每天睡得比较晚，所以上班时往往会困。由于他们有共同的爱好，因此他们很快成了好朋友。由于他们有共同的爱好。 因此、他们很快成了好朋友。共同というのは共通のですね。愛好というのは趣味のことですね。で因此、ここの因子はだからみたいな感じですね。ここの成は何々になるみたいな感じです。成了好朋友。なので、いい友達ですね。いい友達になったと。まあ、いい友達と言ってもいいですし、あとはまあ仲良しになったと言ってもいいです。 由于他们有共同的爱好，因此他们很快成了好朋友。由于下雨，我们取消了计划。由于下雨，我们取消了计划。取消对了 c a n ですね。计划これは計画ですね。なので雨なので計画は中止になりました。 由于下雨、感じ取消了计划、由于で睡觉。由于みんてんよ、我要早点睡觉。考試試験ですね。明試験があるから早、おや 早く寝なきゃいけないという感じですね。もしくは早く寝るでもいいですね。由于明天有考试，我要早点睡觉。由于家庭原因，他决定暂时离开工作岗位。由于家庭原因，他决定暂时离开工作岗位。 家庭原因、家庭の原因でですね。暫始というのはしばらくです。理解、理解というのは離れるですね。工作勘卫、勘卫というのはまあ職位とかその職場みたいな感じですね。なので、他决定暫始理解工作勘卫。なので、家庭の原因で、彼女はしばらくの間、職を離れる決意をしたと。離れることにした。 とか離れることに決めたと訳してもいいですね。由于家庭原因，他决定暂时离开工作岗位。由于昨天晚上下雪了，今天地上都是白白的。由于昨天晚上下雪了，今天地上都是白白的。 昨晩ですね、昨天晚上、昨晩下雪了雪が降ったから、今天地上、地上は地面の上ですね、まあ、地面がですね、都市バイバ白だ、白白白いですね、真っ白と。だからもう地面も全部真っ白だよと。由于昨天晚上下雪了、今天地上都市白白バ由于身体原因、 他得一段時間要在家里修養了。由于身体原因、他得一段時間要在家里修養了。身体原因、なので体の体調の原因でですね、他得のこれは得意ですね。得意は、因該と同じような感じでしたね。何々しなきゃいけないといった感じですね。一段時間、まあ、ある一定期間ですね。 要在家里休養了。在家里ですね、家で休養、休養ですね。療養しなきゃいけないと。歩いてきかわいい。しばらくの間、家でしっかり休んでなきゃいけないといった感じです。由于身体原因、他得一段時間要在家里休養了。由于天气恶劣、比赛被取消了。 由于天气恶劣，比赛被取消了。恶例というのは劣悪ですね。すごく悪い。天気恶劣なので天気が悪いと。天気がすごく悪いから、比賽被取消了。比賽はコンテストとか試合ですね。被取消。被は受け身系でしたね。キャンセルされたといったことですね。日本語で訳すときには、まあ、キャンセルになりましたみたいな感じでいいですね。 由于天气恶劣，比赛被取消了。由于疫情的影响，许多活动被推迟或取消了。由于疫情的影响，许多活动被推迟或取消了。疫情というのはコロナ禍のことですね。疫情というのはコロナ禍 コロナ禍の影響で、まあコロナの影響で、主導というのはたくさんの多くのですね、報道。これはイベントです。b エチュ治、ほう、注射をら。退治というのは延期ですね。b e があるので、受け身系ですね。延期されたり、ほう、ほうじゃですね。あるいは、注射をねキャンセルされたりしたと。コロナの影響でっていうことですね。由于疫情的影響 许多活动被推迟或取消了。由于工作繁忙，我无法参加这次会议。由于工作繁忙，我无法参加这次会议。繁忙というのは多忙といった感じです。由于工作繁忙，仕事がすごく忙しいので、多忙なので。 我无法参加这次会议无法というのは、することができないと。する用紙がないみたいな感じですね。なので、今回の会議に参加する用紙がないと。まあ、参加できないと。由于工作繁忙、我无法参加这次会议由于技术故障、网站暂时无法访问。 由于技術故障、网站暫時無法訪問。技術故障というのは故障ですね。技術的な面での故障で。わんというのはウェブサイトですね。暫時無法訪問。無法は何々するよしがないでしたね。できないと。暫時というのはしばらくの間です。ふわというのは訪問するですね。まあその開くことができないといった感じですね。しばらくの間は このウェブサイトは開けませんと。由于技术故障，网站暂时无法访问。由于政策调整，一些企业面临着新的挑战。由于政策调整，一些企业面临着新的挑战。 正策、挑戦。正策は政策ですね。挑戦、調整すると。一世、知恵、企業ですね。いくつかの企業は面臨、面林、面林というのは何々に直面するとか面する。面林、情。この情は状態の維持でしたね。死んだ、挑战。新しいチャレンジ、挑戦。面していると。まあ、新たな危機ですね。新たな危機に面している。みたいな感じですね。ているですね。この状態の維持。というのがこの情で表されているわけです。 由于政策調整、一些企業面临着新的挑戦。さあ、続いて、こちらですね。因つ、これを見たいと思います。これはですね、原因を表すんですね。先ほども紹介しましたが、そういと似たような感じです。だからみたいな感じですね。結果を表すんですね。例えば、これですね。他患が学習方法。因此、 考试取得了好成績。ですね。勉強方法を変えたから、試験で良い,い成績を取ることができた。といった感じです。ここに因数がありますね。すごいにしてもいいですよ。ここは、そ、は、ういとやってもいいです。同じですね、意味は。では、因为、すごい。これとは何が違うんでしょうかこの違いを見てみましょう。 これは因为そういうですね。因为公交車人太度、そういう我比较喜欢坐地铁ですね。バスですね。バスは人が多いから、多すぎるから、地下鉄に乗る方が好きだと。地下鉄の方がいいと。そういった意味ですね。ここに因为そういうがあります。例えばここにですね、因通。因通をつけたときには、 このインウェイ、これが消滅します。インウェイ、インツーとはえ、使わないんですね。はい。一般的にインウェイとインツーは一緒に使うことはありません。例えば、ここを強調するなら、弱い湯を使うことの方が多いです。もしくは何もない状態ですね。これで使われることが多いですね。はい。なので、このままですね、ゴンジャラ・チョーレン、タイドを、in2 をビジョーシー・ワンゾー・ディティ。といった感じですね。はい。このようにですね、in2 の場合は、in2 が来たら、インウェイ、これは消滅します。

学習方法を変えたと、勉強方法を変えたから、因此そこで考取得了試験では好成绩ですね。いい成績を収めたといった感じですね。他换个学习方法，因此考试取得了好成绩。因为公交车人太多，所以我比较喜欢坐地铁。 公交車人太多。因此、我比较喜欢坐地铁。この二つから見てもわかる通り、inway、そうそれと in2 は似ている意味なんですね。i n ーを使うときには inway、これは使えません。使うとしたら、余裕は使えますが、inway イと i イ n ーは一緒に使うことはほぼありません。つ注意ですね。 意味は、えー、ゴンジャオチョというのはバスですね。バスは人太多、人が多いから、え、因此、我比し喜を坐地んディティえー、地下鉄の方が好きだなと。日本語で訳すとしたら、地下鉄の方が好きだなみたいな感じでいいですね。直訳すると、まあ、僕は地下鉄に乗る方がバスに乗るより好き、みたいな感じですね。ビーチャオがありますので、まあ、比較ってことですね。それに比べれば、地下鉄の方が好き、みたいな感じです。 公交车人太多，因此我比较喜欢坐地铁。由于我们好好准备，因此这次的会议开得很成功。由于我们好好准备，因此这次的会议开得很成功。好好准备，好好といしっかりですね。しっかり準備したから。 会会会議、議議、ですね。会議会很成功。会議は会議ですね。会議の動詞は会ですね。会会と言います。なので、ここで很成功ですね。会議は成功を収めたという意味なんですけど、中国語の場合は具体的な動詞を間に入れます。会議,は会議ですね。動詞は会なので、後ろに開を入れます。由于我们好好準備。 因此，这次的会议开得很成功。今天是星期五，因此明天就是周末了。今天是星期五，因此明天就是周末了。これはシンプルな文ですね。今天是星期五，今日は金曜日。因此、なので、明天就是周末了。明日は。 明日から週末だと。上週があることで強調するわけですね。今天是星期五。因此、明天就是周末了。由于及时处理了问题。因此、项目顺利完成。 ここには余裕が入ってますね。実施というのは速やかに、早急にです。t 理 u l y t h 速やかに問題を処理したからですね。問題に対応したから。in つ、シャ a m u s というのはプロジェクトとか案件のことを言います。順利完成。順調にですね。順調に成功したと。うまくいったといった感じですね。 由于及时处理了问题，因此项目顺利完成。他热爱运动，因此每天都会坚持锻炼身体。他热爱运动，因此每天都会坚持锻炼身体。热爱。 というのは、熱愛という感じですけど、とても好きみたいな感じです。それにすごく情熱があると。彼女は、スポーツですね。スポーツにすごい情熱を持っていると。スポーツが大好きだと。因此、每天都会、毎日、堅持、鍛錬身体、鍛錬身体。堅持というのは、まあ、ずっと続けるですね。継続すると。鍛錬身体、まあ、体筋トレとか、体を鍛えるですね。運動して。それを続けているということですね。 他热爱运动，因此每天都会坚持锻炼身体。这个问题很重要，因此我们需要认真考虑。这个问题很重要，因此我们需要认真考虑。这个问题很重要，因此我们需要认真考虑。 因此，そこで我们需要认真考虑。认真っいうのはまじめにですね、しっかり考虑、考える、まじめに考える必要があるなということですね。这个问题很重要，因此我们需要认真考虑。由于天气原因，因此运动会被推迟到下周。 由于天气原因，因此运动会被推迟到下周。由于天气原因、天気の原因で、まあ、天気が悪いということですね。因此、まあ、そこでですね、運動会、運動会ですね、米途中ダウ下場。ここでもまた米受け身形がありますね。途中と、ね、延期ですね。延期されたと後ろに期限が出てくるわけですね。ダ 下、中、道というのは、从、何々、オでしたね。何々、まで。終点を表すときには、オを使うんでしたね。下、中、なので、来週までということですね。期間がですね。来週まで延期されるということですね。由于天气原因、因此、運動会被推迟到下、周。昨晚、我很早就睡觉了。 因此，今天早上感觉很精神。昨晚我很早就睡觉了，因此今天早上感觉很精神。昨晚、昨晩ですね。昨晚,昨晚、昨、嗯、晩、すごく早く寝たと。因此、だから今天早上感觉很精神。だから今日の朝はすごく元気なんだ精神っていうのは。 啊，まあすごく元気、よう、テンションとかですごく元気があるとか、まあエネルギッシュな感じという意味でも使えます。昨晚我很早就睡觉了，因此今天早上感觉很精神。环境污染严重，因此政府制定了一系列的环保政策。 环境污染严重，因此政府制定了一系列的环保政策。环境污染，こ个環境ですね，環境污染，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 污染ですね，環境污染严重，严重啊，ひですね。环境污染がひどいから、因此，そこで政府制定了、政府はですね。 中輪羅。まあ、制定するとか、そう、作るってことですね。一心理栄だ。一心理栄というのは一連のっていうことです。一連の。ちなみに、一心理の C リエってありますね。C リエというのはシリーズという意味でも使えますね。なんとかシリーズ。例えば、こちらの本のコーナーは、日本のアニメシリーズ、ルーベン・ドン・マン・ C 理栄。なんて言ったりします。 环保政策。环保というのはエコとか環境保護のことです。环境保護ですね。環境保護。环境保護。これを省略してですね。环保というわけですね。はい。政府は環境保護の一連の環境保護政策を制定したということですね。ちなみに政府ですね。政府のピンは正負ですね。頭文字を取ると ZF ですね。 中国のネットとかではですね、この政府という漢字を使うとですね、動画をアップするときとかですね、審査があるんですね、中国の場合は。審査に通らなかったり、もしくは動画削除されたり、アカウント停止されたりっていうことがあるんですね。なので、この漢字はあんま使わないんですね。じゃあどう書くかというと、ZF って書いたりしますね。WeChat でもそうですね、WeChat で話すときとかも、政府っていうのは直接は入れ,入れないですね。ZF と書きます。というのも、 ウィーチャットも監視されてますからね。何を話してるかっていうのはもう筒抜けなわけで。まあ、もちろん人がですね、一個ずつ見てるわけじゃなくて、フィルターがあるらしくてですね、ある特定の単語を使ったものはですね、そこでチェックが入るということです。なので、まあ、政府というのはですね、ZF と書かれてます。まあでも今はみんなが使ってるので、ZF もですね、そのフィルターに入ってるでしょうね。環境汚染 因此，政府制定了一系列的环保政策。这个决定对公司未来发展至关重要，因此需要慎重考虑。这个决定对公司未来发展至关重要，因此需要慎重考虑。这个决定。 この決定はですね、とえ、今週未来、ファージャン。この会社の未来の発展ですね。ファージャンというのは発展ですね。同じ感じですね重。重要な位置を占めるという熟語として使われますね。このまま使われます。重要な位置を占めるといった感じです。インツ、 だから、需要慎重考慮。慎重というのは慎重にですね、慎重に考える必要があるといった感じです。这个决定对公司未来发展至关重要。因此、需要慎重考慮。さあ、最後はですね、この難道。これをご紹介したいと思います。難道というのはですね、反問的に使うんですね。 日本語に訳すとしたらですね、まあ、特定のその訳というのはあんまないんですけど、例えば、うん、なんだお、おうちがハウチマ、これ美味しいっていうの反問的なので、美味しいっていうのいや、美味しいわけないでしょうみたいな感じですね。あの人がイケメンっていうのいや、そんなわけないでしょうと。ま、ガチクがあるわけですね。そうじゃないと。例えば、使い方では、なんだ、ま。この感じで使えます。こんな感じですね。主語がですね、ここにあっても、 ここにあっても、前でも後ろでもどっちでもいいです。はい。まあ、一般的にはですね、何道の後ろにつく場合が多いですね。まあでもルールとしてはどっちでも OK です。例えば、何道中文何万何道中ン何万中国語が難しいって言うのっていうことですね。ここに皇帝が来た場合は意味としては否定になります。そんなわけないでしょう。 みたいな、断築がつくわけですね。なので、ここで言いたいのは、ジョン・レン・プー・ナンと言いたいわけですね。中国語なんて難しくないよと。中国語は難しいって言うの難しいとでも言うのみたいな感じなんですね。いや、そんなことないわよと。そう言いたいんですね。なので、ここに皇帝が来た場合は、否定の意味になるわけですね。ジョン・レン・プー・ナンと言いたい。じゃあ、ここにですね、例えば、なんたジョン・レン・プー・ナンま、というときには言いたいのは、 中国は難しいと言いたいんですね。長年ぶんなんまーというのは中国語が難しくないっていうのみたいな感じですね。そんなことないでしょうとありえないわよ。みたいな、後ろのその、強調するんですね。はい。もちろん、こういう時には自分の意見ですね。私の意見なわけですね。なんだろう、長年ぶんなんまーという時は中国語が難しくないっていうのいや、難しいでしょう。この部分は私の意見ですね。私は難しいと思うっていうことなので、例えば、なんだろう。 何だおにぷみんぱいいすまですねこの場合は意味としては私の言ってることがわからないっていうのみたいな感じですねこの場合の,その、まあ、ここに否定がありますけど相手のことですから私の意味がわからないっていうのいやわかるでしょみたいなその 眼畜ですね。眼畜が必ずしもあるとは限らないんですね。うん、というのも、まあ、相手のことですからね、他の人ですから、まあ、知ってるか知らないかなんて私はわからないんですね。はい、なので、この場合はどんな感じかというと、責めるような感じですね。まあ、私言ってることわかんないのと。冗談じゃないわよみたいな感じですね。もしくはわかってるはずでしょうみたいに責めるような感じですね。まあ、他には本当にわからないのみたいな確認のニュアンスで使われることもあります。はい。 例えば、じゃあ今日会議でですね、会議があって、まだ他の人が来てないと、そういった時に、え、もしかしてあの人たち、今日会議があること分かってないってことないわよね、みたいな感じで、うん、なんだわ、ターメン仏だわ、人伝を解放えま、と言ってもいいですね。その場合もですね、ちょっと軽減な感じなんですね。実際にその、はっきり分からない。でもちょっとおかしいんじゃないと、本当そうなのと、責めるような感じですね。はい。そういう時に使うんですね。なんだはい。 このなんだですね、これはまあ、口語でもですね、よく使われます、はい。会話とか聞くとですね、よく耳にすると思います。これもでは、例文でですね、ニュアンスをつかみましょう。では、例文です。どうぞ。ここは工程で使われてますね。なんだを中文難孫。 中国語が難しいって言うのみたいな反問的な感じですね。なので言いたいのは、いや、そんなことないよと。中文不難ということを言いたいんですね。こちらは、 難だ中文不難吗中国語が難しくないっていうのというので、本当の意味は、いや、難しいでしょうと、中文很難と言いたいわけです。難道中文不難吗思吗難道你不明白我的意思吗 こちらはちらょっと攻めてる感じですね。私の意味がわからないっていうのと。私の言ってることがわからないっていうのみたいな感じですね。訳すとしたら、責めてる感じであれば、私の言っている意味がわからないっていうのとか、本当に私の意味がわからないのもしくは、まさか私の言ってる意味は理解できないんじゃないでしょうねみたいな感じで訳されることが多いですね。信じられずに受け入れがたいということを示します。なんだお、なになにまあですね。 難道、に不明白我的意思嗎難道、这是真的難道、这是真的さあこちらは、これが本当だっていうのと、難道、這是真的本当だっていうのと、ありえないでしょうみたいな感じですね。難道、这是真的 何だお蘭だま何だお蘭というのは偶然ですね。同じ感じですね。これが偶然だっていうのと。私はそうは思わないわみたいなニュアンスですね。難道、这是偶然的吗難道、你不想吃巧克力吗

なんだおしゃみんぷしほん chan gurmam? んちゃんがカラオケ好きじゃないっていうのそんなことないでしょう。みたいな感じですね。なんだ明不喜欢ん歌吗難ん你是一个人长大的吗難なんだ一个人长大的んじゃんただまなんだおにんんだなんだんんだ じゃんだというのは成長するとか大きくなるといった感じですね。これをまあ叱っているような感じですね。まあ、一人ででかくなったっていうのか、一人で大人になったっていうのか、一人で大きくなったっていうのか、みたいな感じですね。難道你是一し、人か大的吗難道他是一直ん我感情的吗難道他是一直か我感情的吗 なんだ他種一直ペンを情嗎騙ペンというのは騙すですね。ペンを情というので、まあ、たぶらかすみたいな感じですね。直訳すると、感情を騙すということですが、まあ、よく使われるのは、まあ、たぶらかすみたいな感じですね。こっちのことを好きみたいな匂いをさせといて、実際は違ったん、みたいな感じですね。あの人は、彼女がいるのに、まあ、私に気があるような素振りを見せる。 感情をだますなんていうんですね。ピンをガンチになっていったりします。難道う、他是一直ピ我感情的チン道他何有う、意識到自己的な错误か何だろう、難道他没有意識到自己的な错误か意識いうのは意識するとか感じるですね。 没有意識到自己的错误吗错误というのはミスですね。自分のミス。自分のミスに気づいてないっていうのというの感じですね。難道他没有意识到自己的错误吗難道他不知道我们班今天要在体育馆结合吗

你难道一直不知道吗你难道一直不知道吗你难道一直不知道吗ずっと知らなかったっていうのと。このようにですね、なんだおは主語の後ろにつけてもいいんですね。に、なんだおでもいいですし、なんだおに一直不知道でもいいわけですね。你难道一直不知道吗 何だ小猫不喜欢吃鱼吗小猫、猫ちゃんですね。猫ちゃん不喜欢吃鱼吗猫ちゃんが魚好きじゃないっていうのまあ、師範中なので、食べることですね。魚食べるのが好きじゃないっていうのかいって言ってる感じですね。何だ小猫不喜欢吃鱼吗 さあ、今日はですね、この3つでしたね。用意、因数、なんだ。この3つをご紹介しました。まず紹介した用意、これはですね、原因を表すんですね。以前勉強した因イと同じですね。なぜならみたいな感じですね。まあ、because みたいな感じですね。まあ、それで使われる。えでも、こちらの場合はですね、ちょっと硬い感じがあるんですね、まあ。書面で使われることが多かったり、まあ、正式なスピーチとかですね、そういった場面で使われることが多い。ちょっと硬めの因イみたいな感じです。 因数も同じですね。こちらの種類ですね。一緒に使われることも多いんでした。よイ因数、こちらはそういと似たような感じでしたね。はい。だから、などのように、結果とか結論を示すんですね。はい。こちらも同じくですね、硬い感じ。正式な感じなんですね。で、注意が一つありましたね。例えば、因为、そういの文章で、例えばインツを使った場合には、 因縁というのは消えるわけですね。イ縁、因通という使い方はほぼしないんですね。はい。インウェイと因イ通は一緒に使わない。使うんであれば、良い因通の形になるんでしたね。ここは注意ですね。はい。そして、最後にやった、なんだをですね。なんだを。まあ、こんな感じですね。なんだを何々、まあ、みたいな感じで使うんですね。なんだを、ジョンウン、なん、まあ、中国語が難しいっていうのうん。いや、そんなことないでしょう。みたいな感じで。ガンチクがあるんですね。 軽減、まあ、な感じがあるんですね。軽減なニュアンス。はい。まあ、じゃあ他には、なんだわ、チョンプーナンマ中国は難しくないっていうのみたいに、軽減なニュアンスですね。本当みたいな感じですね。確認するような感じ。まあ、主語はどちらに来てもいいので、中文ンなんだわ、ナンマなんだプーナンマこれをこっちで持ってきても OK です。はい。他には攻めるときにもですね、なんだわにプーミンバイ、ウーダイスマそうですね。よくカップルで使う人もいますね。 女性側が怒ってですね、私の言ってることわかんないっていうの、うん、そんな時に使ったりしますね、なんだまあ、機嫌な感じですね。確認するような感じだったりするわけですね。はい。では、この3つもですね、会話の中で見てみましょう。では、会話、例文集です。どうぞ。我小时候一直看成龙的电影な。成龙是那个武打明星是吧 你难道不知道成龙吗？名字是听说过，还在综艺节目里看到过啊。可是没看过他的电影，没看过成龙的电影啊。万万没想到会有这样的人呢。我跟你年代不同呢，我们看的东西你也没看过的。现在有名的艺人你都不认识吧？那也是，你这样说感觉我也不年轻了呢。 还好吧，不过我的上司会跟我说，这个也不知道，那个也不知道，这样有点烦。年代不同，喜欢的、知道的都不一样，是吧？有些人没有这个概念，都以为跟自己一样。嗯，我也注意点。我小时候一直看成龙的电影呢。 成龙是那个武打明星是吧？你难道不知道成龙吗？名字是听说过，还在综艺节目里看到过啊。可是没看过他的电影，没看过成龙的电影啊。万万没想到会有这样的人呢、啊。我跟你年代不同呢，我们看的东西你也没看过的。现在有名的艺人你都不认识吧？那也是。 你这样说，感觉我也不年轻了呢，还好吧？不过我的上司会跟我说，这个也不知道，那个也不知道，这样有点烦。年代不同，喜欢的、知道的都不一样，是吧？有些人没有这个概念，都以为跟自己一样。嗯，我也注意点。 我小时候一直看成龙的电影呢。小时候というのは子供の時ですね。小的时候。年齢を表す時にも大小を使いますから、年季小的时候ですね。なので、まあ、若い時、子供の時といった意味になります。一直、これずっとですね。看成龙的电影呢。成龙、ジャッキーチェンですね。ジャッキーチェンの映画を見ていたと。B さんが、成龙是、那个武打明星誌吧。 ジャッキー・チェーンって、あの、ウーダー、民心。ウーダーというのはアクションのことですね。武術。民心っていうのはスターです。なので、アクション俳優ですね。アクションスターのことでしょと聞くわけですね。はっきりわかってないと。A さんが、にんだわぶつだわちゃんろんま。ジャッキー・チェン知らないのと。もしかして、まさか知らないってことないでしょうみたいな感じで。ちょっと気厳な感じで聞くわけですね。B さんが、ミンズシュ民族史、聖書ー。 ね、名前は聞いたことあるけど、と。はい、在ムリー・目ン看到コは。はい、ですから、他にはですね、在综ジェ目。これバラエティ番組のことを言います。その中で看到コは見たことあるよ、と。可視、めい看後、誕生の電影。でも、可視っていうのはデモとか逆説の接続詞です。ジャッキちチュの映画は見たことないな、と。A さんが、めい看後、めい看後、診論の電影が。 じゃっきちの映画見たことないのと、びっくりしてるわけですね。ワンワンめいしゃんだおほいよ、ちゅうやんだれんな。ワンワンめいしゃんだおってのは全く思いもよらなかったよ、みたいな感じです。ワンワンの後ろに否定が来ると全く何何ない、みたいな感じになります。ほいよ、ちゅうやんだれんな。こんな人がいるとは思わなかった、っていうわけですね。B さんが、僕に年代ぶとんな。私とあなたじゃ年代が違うのよ、と。 おめんかんだとんしにえめいかんこわ。わたちが見るものだって、あなた見たことないでしょと。現在みんな二度不認識ば今有名な、いいれんっていうのは俳優とか芸能人のことを言います。はい。字だと芸人と書きますけど、別にお笑い芸人を指す、えー、お笑い芸人だけを指すわけではないです。にどぶれんしば知らないでしょうと。A さんが、なあ、イエスそれもそうだね、と。りじえんしょ、かんじゅえをぶねんな。 でもそんなこと言われると、自分も若くないって実感するよ、と。B さんが、はいはおばあ。はいハおバーっていうのは、まあ、そこまででもないじゃないみたいな感じですね。相手を慰めるとかに、慰める時とかに使ったりしますね。はいハおバーと。不幸を出しん不ら、私は言うのも、でもみたいな感じです。でも、私の上司は私に言うのよ、と。 これも知らないのかとか、あれも知らないのかと言ってくるけど、ちやんよでぱーっていうのはちょっとうざいって感じです。年代不同。年代が違ければ、喜欢だ、知道ダと不一样すれば、好きなものも、知っているものも違うのが普通でしょうと。よしえれん、めいよ概念。まあ、こういった考えがない人もいるのと。どういえ、ぐんつじいやん。みんな自分と同じだと思ってる人も多いわ、と。 A さんが、うん、うえ、注意点。そうだ、僕も気をつけるやと、自分のこと言ってるわけですね。これは僕は中国に来てからびっくりしましてね。僕も子供の時よくジャッキーチェン見てたんですけど、中国に来てみんなジャッキーチェン好きなんだろうなと思ったけど、このようにですね、ジャッキーチェンの映画すら見たことないっていう人はすごくたくさんいてびっくりしましたね。<laughs> ほぼ興味がないような感じでですね。すごいびっくりしまして、ギャップを感じましたね。 我小时候一直看成龙的电影呢，成龙是那个武打明星是吧？你难道不知道成龙吗？名字是听说过，还在综艺节目里看到过啊，可是没看过他的电影，没看过成龙的电影啊！万万没想到会有这样的人呢、啊，我跟你年代不同呢，我们看的东西你也没看过的。 现在有名的艺人你都不认识吧？那也是，你这样说感觉我也不年轻了呢。还好吧，不过我的上司会跟我说，这个也不知道，那个也不知道，这样有点烦。年代不同，喜欢的、知道的都不一样是吧？有些人没有这个概念，都以为跟自己一样。嗯，我也注意点。 会议快开始了，竟然人还没来呀、啊，难道他们不知道今天有会议吗？可能吗？不是在微信上通知了时间吗？是啊，是我发的，发到群里了呢。什么？发到群里？不会吧？你是单独发的呀？我以为你一个一个发的。看看群里信息，没收到。完蛋了，我发错了，怎么办？ 现在发好了，还来得及。但是他们会来吗？不要想这些，先发再说。会议快开始了，竟然人还没来啊！难道他们不知道今天有会议吗？可能吗？不是在微信上通知了时间吗？是啊，是我发的，发到群里了呢。什么？发到群里？ 不会吧？你是单独发的呀？我以为你一个一个发的。看看群里信息，没收到。完蛋了，我发错了，怎么办？现在发好了，还来得及。但是他们会来吗？不要想这些，先发再说。会议快开始了，快哪里哪里了？ もうすぐといった感じですね。なので、ほえい、か回から、もうすぐ会議始まるよ、みたいな感じです。ジンランれん、めらや。ジンランというのは想定外なことを言うんでしたね。ジンランれん、めらや。え、まだ人来てないじゃん、と。びっくりしたというニュアンスが付け加わります。B さんが、なんだお、ターメンブツだお、ジンてんよ、ほえい、いま。まさか、みんな今日会議あるの知らないってことないでしょうね。A さんが、かなま。 ね、そんなことあると。不是在微信上、通知了時間吗不是何々ま、何々じゃないのって言った感じでしたね。微信上、ウ、え、ィーチャットですね。ウィーチャット上で、通知了時间ね時間を通知したんじゃないのと。通知したでしょって言った感じですね。B さんは、是啊そうだよ。是をファーダ。私が送ったのよ、と。ファーダを群里だな。群っていうのはグループです。グループチャットですね。 ファーダーリーと言うとグループチャット内で送ったわと。A さんが、什マ何と。ファーダーリーグループに送った不会吧嘘でしょと。你是ンルファーダーや。個別に送ってきたわよと。我以イに一个一个ファーダー。私あなた一人に個別に送ってるのかと思ったわ。と。看看、群里信息。グループチャット見てみな。と。没收だないわよと。m さんが、ワンタン了。 ワンダンというのは、終わったとか、もうダメだみたいな感じで言うセリフですね。オファーツホ送り間違えたわ、と。もともとはグループチャットに送ろうと思っていたのを、まあ、個別に送ったんですね。まあ、でも自分ではグループに送ったつもりで言ったわけですね。で、ま、ばどうしよう。絶望してますね。A さんが、現在好了、ファーハラ今送ればいいでしょう、と。はい、ライダージー。ライダージーっていうの間に合うわよ、と。まだ間に合うわよ、と。 但是他们会来でもみんな来るかしらと。姉さんが不要想这些そういうこと考えんじゃないわよと。先罰再说ね、再说がありますね。先送ってからそういうの考えなさいと。まずはやりなさいといった感じでした。会議快开始了。竟然人还没来啊难道他们不知道今天有会议吗可能吗 不是在微信上通知了时间吗？是啊，是我发的，发到群里了呢。什么？发到群里？不会吧？你是单独发的呀？我以为你一个一个发的。看看群里信息，没收到。完蛋了，我发错了，怎么办？现在发好了，还来得及。但是他们会来吗？不要想这些。 先发再说。这吃不下就打包吧。打包啊？算了吧。吃不完就这样吧。你太浪费了。你难道每次外面吃饭就点这么多，吃不完的也不打包吗？你第一次来日本是吧？日本跟中国不一样。 日本的餐厅吃不完的不会给你打包带回去的，要打包带走，他们给你另外做，当然会另外收费。啊，这样子啊，那会不会浪费很多食物啊？对啊，而且我们中国留学生不知道这些规定嘛，所以在餐厅向服务员要打包，他就给你另外做的，我们就吓到了。 我们学生的日语水平也往往比较低，解释不了。我也有这个经验，好多方面都跟中国不一样哦。我也要注意。这吃不下就打包吧。打包啊？算了吧。吃不完就这样吧。你太浪费了。你难道每次外面吃饭就点这么多，吃不完的也不打包吗？ 你第一次来日本是吧？日本跟中国不一样，日本的餐厅吃不完的不会给你打包带回去的，要打包带走他们给你另外做，当然会另外收费。啊，这样子啊？那会不会浪费很多食物啊？对啊，而且我们中国留学生不知道这些规定嘛，所以在餐厅向服务员要打包。 他就给你另外做的，我们就吓到了。我们学生的日语水平也往往比较低，解释不了。我也有这个经验，好多方面都跟中国不一样哦。我也要注意。这吃不下就打包吧。你、嗯、吃不下对のは。食べ終わらないですね。もう食べられなかったら。 ダーバオというのは持ち帰りです。中国の場合は、残ったのそれをですね、入れ物に入れて持って帰ることができるんですね。これをダーバオと言います。B さんが、ダーバオは持ち帰りや、スワンラバやめとこうと。チューブワン、ジョージアン,ンバー、ねまあ。食べ終わなかったらもういいんじゃないと。ジョージアンっていうのは、まあ、それでいいみたいな感じですね。そのままみたいな感じです。A さんが、にタイランフェラー。もったいなすぎるよ。対何々は何々すぎるですね。 これ無駄にしすぎようと。になんだおめつわいめんちゅうばん。ちょ、でんじゅまどと。まさか毎回外で食事するときはこんなにたくさん頼んで、でんっていうのは、注文するです。こんなたくさん注文して、ちゅうぶわんだえぷだばおま。食べ終わんないのも持ち帰ったりしないわけと。B さんが、に第一次来日本すば。B さんが言うわけですね。めは初めて日本に来たんだろうと。第一次初めてですね。 日本跟中国不一样。日本と中国が違うんだよ、と。日本の餐厅、吃不完的、不会给你打包带回去的。日本の餐厅、日本のレストランは、吃不完的、食べ終わんないものを、不会给你打包。食べ残したものをそのまま持ち帰らせてくれないよ、と。要打包带走。お持ち帰りとして持って帰りたいなら、他们给你另外走。另外というのは別個にでしたね。 ベッドに作ってくれるよと。当然、会另外消費。もちろん、費用は倍かかるさと。そっちの持ち帰りの分も費用がかかるわけよと。A さんが、あ、这样子ざ。え、そうなのと。那会不会浪费很多食物啊。え、それならたくさんの食べ物無駄になるんじゃないと。B さんが、どうやそうだよ。あ、ちえ、我们中国留学生。そうなんだ。だから俺たち中国人留学生は、 不知道这些规定嘛、ね。こういった規則とかルールが分かんないじゃん。そう、そういう在餐厅。だからレストランで向服务员要打包。向っていうのは何々にですね。方向ですね。服务员というのはウェイターとかウェイトレスさんですね。要打包。お持ち帰りをそのウェイトレスさんとかウェイターの人に頼むと、他就给你另外做でね、ベッドに作って、 持ち帰り用のを持ってきてくれると。我们就下道呢。そしてびっくりするんだよ。下道っていうのはびっくりすると。我们学生の日与学平也往々比较低。俺たち学生の日本語レベルも、まあ、往々っていうのはほとんどみたいな感じですね。ほとんどみんな低いと。レベルも低いから、実施不了。 何々レれはできないですね。自由書は説明です。なので説明できないんだと。詳しく説明できないと。今残ってるものを持って帰りたいとか言えないと。俺もこういった経験があるんだと。A さんが好多方面好多方面というのはたくさんの、多くのことで、どう跟中国不一样を。跟中国不一样というのは全然違うんだねと。中国と違うんだと。我也要注意私も気をつけるわ。と言ってるわけですね。 これはよくある話ですね。僕の知り合いもですね、えー、日本に来て、食べ残ったものをですね、持ち帰ろうと思って、お店の人に行ったらですね、ベッドに作ってくれるわけですね。お持ち帰り用の。そしてお金も、まあ、その分取られますから、それでびっくりしてるわけですね。这吃不下就打包吧。打包啊算了吧。吃不完就这样吧。你太浪费了。 你难道每次外面吃饭就点这么多，吃不完的也不打包吗？你第一次来日本是吧？日本跟中国不一样，日本的餐厅吃不完的不会给你打包带回去的，要打包带走他们给你另外做，当然会另外收费。啊，这样子啊，那会不会浪费很多食物啊？对啊。 而且我们中国留学生不知道这些规定嘛，所以在餐厅向服务员要打包，他就给你另外做的，我们就吓到了。我们学生的日语水平也往往比较低，解释不了。我也有这个经验，好多方面都跟中国不一样哦，我也要注意。 我们连死都不怕，难道还怕这么小的青蛙吗？我们已经小学五年级了，你要再勇敢一点。说什么呀？你假面骑士看多了？什么？你连死都不怕？你怕你妈妈吗？别啰嗦了。而且我看的不是假面骑士，是奥特曼。你快过来，别怕小青蛙。你也别动吧。我怕的并不是那只小青蛙。 是青蛙后面的蛇呢？啊，有蛇哪里呀、啊？你早说嘛，我没看到。你看，你也怕，你不要乱动，它会咬你的。蛇嘛，肯定怕啊。有毒怎么办？到底在哪里呀、啊？你别怕，不要发抖，蛇都被你吓走了。我们连死都不怕，难道还怕这么小的青蛙吗？ 我们已经小学五年级了，你要再勇敢一点。说什么呀？你假面骑士看多了？什么？你连死都不怕？你怕你妈妈吗？别啰嗦了。而且我看的不是假面骑士，是奥特曼。你快过来，别怕小青蛙。你也别动吧。我怕的并不是那只小青蛙，是青蛙后面的蛇呢。啊，有蛇？哪里呀、啊？ 你早说嘛！我没看到。你看，你也怕，你不要乱动，它会咬你的。蛇嘛，肯定怕啊。有毒怎么办？到底在哪里呀、啊？你别怕，不要发抖，蛇都被你吓走了。我们连死都不怕。我们是说，么，恐怖ないん というわけですね。リエンというのは何々歳。死ですね。死ぬこともどう不怕、どブパー。パーというのは怖いですね。なので、死ぬのも怖くない俺たち。なんだよ、ハイパー、まマシゃオだチンワマ。まさかこんなちっちゃいチンワというのはカエルですね。カエルちゃんが怖いって言うんじゃないだろうね。ね子供が言ってるわけですね。オーメンしジン小学5年時ら。俺たちもう小学5年生だぜと。ニアオよんがんいいデん。ちょっとは、 勇敢になれよと、はい。チンワーというのはですね、まあ、アマガエルとかをチンワーていうんですね、まあ。こっちの人はですね、カエルを見れば全部チンワーと言ったりするんですが、はいまあ、詳しくはですね、アマガエルとかちっちゃいのチンワーと言います。まあ、トノサンワガエルもです、ね、チンワーと呼んでますね。あとは、例えば、ウシガエルはですね、ニョウワーと言いますね、ニョウワー。あれも食べますね。チンワーも食べますが、まあ、全部食べるわけですが、ニョウワー,、えー。これも、これはウシガエルですね。 他に、引きがえハーマーとか言いますね。ちゃんふーとかいう言い方もあるんですけど、引きガエるの場合は、まあ、漢方薬としてですね、ガマの油ですか。そういうので使うんですね。あの,あの肉を食べたりはしないですね。さあ、で、B さんが、そうしゃまいや何言ってんだよと。に、じゃ、めんちしゅ、かんどうら。じゃ、めんちしゅっていうのは仮面ライダーです。中国でも大人気ですね。仮面ライダー。 僕は以前、日本語を教えてる時もですね、その教え子の子たちは、仮面ライダー好きっていう子が多かったですね。女の子で仮面ライダー好きな子も多かったですよ。しまにれんすどぶぱ。何が死ぬのも怖くないだよ、と。とにぱにままま。ね。お前自分の母ちゃんのこと怖いくせいに、と。にぱ。ね、怖いですね。にまま。お母さん怖いと。まーっていうのはなんとかじゃん、みたいな感じです。べろそら。ろそっていうのはやかましいみたいな感じですね。うるせえみたいな感じです。 而且えをかんだ、ぶしゅじゃそれにですね、俺が見てるのは仮面ライダーじゃねえよと。是アウトゥーマン。アウトーマ,、ね、マン、わかりますかこの発音がちょっと似てますが、ウルトラマンです。はいね、僕が見てるのは仮面ライダーじゃなくてウルトラマンなんだよと。に、こいごら。お前すぐ来よと。びえぱーしゃおわ。そんなちっちゃいカエルに怯えてんじゃねえよと。B さんが、にえびえどんば。お前もう動くないよと。 おパーダ、ビンブシュ、ナ小青蛙。ワ、ね。俺が怖いのは、ね、おパーダですね。ビンブシがあると、指定の強調でしたね、まあ。日本語だと訳しづらいですけどね。まあ、日本語だとですね、直接訳す必要はないんですが、まあ、強調のニュアンスがあるわけです。ビンブシュ、小青蛙。そのちっちゃいカエルが怖いってわけじゃないんだよと。シュ、チンワ方面で、シェ ね、そのカエルの後ろにいる蛇、シャ、ヘビですね。ヘビだよ、と。で、A さんが、あよしょえヘビだって何なりやどこと。に、早しょーま早く言えよ、と。おめかんだお、ね。見えないよ、と。どこだよ、と。で、B さんが、にかんほらね。にへぱお前も怖いじゃねえか、と。に、ぶやん、るワんどん、ぶやは何にするな、ですね。るワんっていうのは、めちゃくちゃに、みたいな感じですね。るワんどんっていうので、 動くな、みたいな感じですね。ロアンドンっていうのは、ま、適当に動く、とかですね。動くな、と。タホやヤオニーダ、ヤオっていうのは噛むですね。あいつ噛むぞ、と。A さんが、シーマー、クンディンパンや、ヘビだろう、と。クンディンっていうのはもちろん、とか、に決まってるみたいな感じですね。怖いに決まってんじゃん、って言ってますね。ヨドゥーズマバン、と。毒があったらどうすんだよ、と。タオディツェナアリアー、タオディっていうのは一体、みたいな感じですね。一体どこにいるんだよ、と。 B さんがにびえパー怖がるなよと。ぶやファードを。ファードをっていうのは震えるですね。震えんなよと。シャドドペイにシャゾードを。ヘ、ね、ビもお前怖がって逃げちゃったよって言ってるわけですね。受け身系ですね。ペイにシャーですね、えーな。驚かされるという受け身で使われてますね。ゾーラーとか言っちゃうですね。なのでヘビもお前は怖がってどっか行っちゃったよって言った感じです。 我们连死都不怕，难道还怕这么小的青蛙吗？我们已经小学五年级了，你要再勇敢一点。说什么呀？你假面骑士看多了？什么？你连死都不怕？你怕你妈妈吗？别啰嗦了。而且我看的不是假面骑士，是奥特曼。你快过来，别怕小青蛙。你也别动吧。我怕的并不是那只小青蛙。 是青蛙后面的蛇呢？啊，有蛇哪里呀、啊？你早说嘛，我没看到。你看，你也怕，你不要乱动，它会咬你的。蛇嘛，肯定怕啊。有毒怎么办？到底在哪里呀、啊？你别怕，不要发抖，蛇都被你吓走了。下次我组个饭局吧。 你和我还有孙娜和王婷四个人，我已经和王婷说过了。不要，干嘛要这四个人呢？我知道你喜欢孙娜，给你个好机会呢。你要多交流交流，难道这不是一个好主意吗？好主意是好主意啊，但我没什么和他聊过，而且我是个社恐啊，不知道聊什么呢。所以呀、啊。 你得和他多交流呢，不然一直会这样子，没有进展，我们就毕业了，以后没机会看到他了哦。那不行，我会后悔的。好吧，那我先预约理发店，去买新衣服。不错哦，充满了正能量。下次我组个饭局吧，你和我，还有孙娜和王婷四个人。 我已经和王婷说过了，不要干嘛要这四个人呢？我知道你喜欢孙娜，给你个好机会呢，你要多交流交流，难道这不是一个好主意吗？好主意是好主意啊，但我没什么和他聊过，而且我是个社恐啊，不知道聊什么呢，所以呀、啊，你得和他多交流呢，不然一直会这样子。 没有进展，我们就毕业了，以后没机会看到他了哦。那不行，我会后悔的。好吧，那我先预约理发店，去买新衣服。不错哦，充满了正能量。下次我组个饭局吧。 シャツは今度ですね。今度を祖がずっていうのは何々の場を設けるみたいな感じです。ファンというのは食事会ですね。食事会の場を設けようと思うんだと。に、和ぼお前と、俺と、は有孫娜孫娜ちゃんと、ワンティン、四个人。ね、孫那、ワンティンというのは女の子の名前ですね。この四人と。我已经和ワンティン修う了。 もうすでにワンティンには行ってやるよと。B さんが、不要、嫌だよと。ガンマー要、チすぐれんな。ガンマーというのは、どうしてって言った感じですね。どうしてこの4人なんだよと。おつだにし欢そんな。お前がそんな好きなの知ってんだよと。ゲイニにが好きほいな。え、ね、ジホイというのはチャンスですね。機会、チャンス。お前にいいチャンスあげようと思ってんだよと。にゃをどうりょう。調ゃうりょうというのは、話すといった感じですね。コミュニケーションをとると。 たくさん話せよと。なんだよ、ジェブシーがハウジュウィーマー。なんだよ、ガリマスカハングみたいな感じですね。これが、ハウジュウィー、というのは。ナイスアイデアみたいな感じです。ジュウィー、というのは、アイデアですね。ハウジュウィーじゃないっていうのか、あと。ナイスアイデアじゃないっていうのか、と。B さんが、ハウジュウィーシュ、ハウジュウィー。ナイスアイデアはそうだけど、ワソウだケドウト。ダウ何メ何マー、ハタリアウコ ほとんど名待ってのはほぼ何もないみたいな感じです。和良子ほとんど話したことないぜ、と。あちえシュが社ンな。それにおすが、俺がコミュ障ですね。社コンというのはコミュ障。中国ではですね、社交根就症なんて言ったりします。社交根就症。社交恐怖症っていう言い方があるんですね。まあ、ネットで流行った言い方なんですけど、 人と話すのが怖い。コミュ障ですね。日本語で言うと。その反対はですね、そのコミュニケーションの鬼みたいな感じですか。コミュ力、コミュ力お化けみたいなのは、シャーニョと言います。牛ですね。牛と書いてこっちでは、まあ、すげえみたいな意味があるスラングでしたね。ニョなので、シャーニョそれがコミュ力お化けですね。ブチダオリアオシュバナ。何話せばいいかわかんないんだよ、と。A さんが、そう言いや、だから、と。 にで、和他多交流な、で、これ何々しなきゃいけないみたいな感じでしたね。お前はもっと彼女と話さなきゃいけないだろうと。不然、不然というのは、まあ、フォーザーと同じような感じなんですけど、ちょっと語気が弱めなんですね。そうじゃなきゃみたいな感じです。そうじゃなきゃ、いじほえちょいやんず。ずっとこんな感じで、めよじんじゃん。ね、進展もなし。ね、お面上毕エラそのまま卒業しちゃうぞと。 以后、没机会看到他だを、そうなったら、彼女を見かけるチャンスなんてもうなくなるぞと。B さんが、なあ、不行。それはダメだなと。我会後悔だ。後悔するわと。好吧。じゃあ分かった。なお、先郵越理发店。じゃあ先に、理发店っていうのは、美容院ですね。じゃあ先にちょっと美容院予約して、チューマー新衣服、新しい服買いに行くわと。<laughs>

我知道你喜欢孙娜，给你个好机会呢。你要多交流交流，难道这不是一个好主意吗？好主意是好主意啊，但我没什么和他聊过，而且我是个社恐啊，不知道聊什么呢。所以呀、啊，你得和他多交流呢，不然一直会这样子，没有进展，我们就毕业了，以后没机会看到他喽。 那不行，我会后悔的。好吧，那我先预约理发店，去买新衣服。不错哦，充满了正能量。与人交往时，真诚待人，往往能够建立更深厚的友谊。认识相处很久，就会觉得我跟他在一起工作许多年了。 因此很了解他的性格，但是还是不可以太随便，一定要保持恭敬心对他。相处最长的就是父母，很多人都对自己的父母不好，有些人甚至好长时间都没有联系了。年轻人都相处不好的人，怎么会跟别人相处好呢？从孝顺开始，所有的事情都会变得更好。 与人交往时，真诚待人往往能够建立更深厚的友谊。认识相处很久，就会觉得我跟他在一起工作许多年了，因此很了解他的性格。但是还是不可以太随便，一定要保持恭敬心对他。相处最长的就是父母，很多人都对自己的父母不好。 有些人甚至好长时间都没有联系了。年轻人都相处不好的人，怎么会跟别人相处好呢？从孝顺开始，所有的事情都会变得更好。与人交往时，与对い同です,何ですね。人交流するとき交往、付交流するとき 真诚待人。これは、この四つでですね、一つの熟語ですね。誠実に人と接するっていった感じです。誠実に人と接することが、わんわん能夠。わんわんンというのは、まあ、頻繁にみたいな感じですね。わんわん能夠建立。能夠何々できるです。建立というのは気づくとか確立するですね。何をかというと、がん生活だよい。生活っていうのは、厚い。細やかな。よいっていうのは、 友情です。フレンドシップ。深い友情を築き上げるのに必要だと。誠実に人と接することが。認識、善虫、很久。練習っのは知り合って、善虫、付き合ってですね。付き合いがあって、很久。長く付き合っていると、就会觉得、こう思うと。我跟他在一起工作十多年了。俺はあいつとこんな長い時間に一緒に仕事してきているんだと。 因子、因子はそこでとかでしたね。だから了解他的性格、だからあいつのことはよく知ってんだと、あいつの性格はよく知ってんだと考えがちだと。付き合いが長いとそう考えてしまうものだと。だんし、だけど、はいし、ぶ、く、い、たい、すい、べん。すい、べというのは軽率みたいな感じです。勝手って言った感じですね。付き合いが長くてよく知ってると思っているからといって、あまり勝手で軽率であってはいけませんと。イディやをばを知る。 公敬心对待他。ね、一定要というのは、まあ、それとも必ずですね。必ず保持というのはそれを保つですね。公敬心というのは礼儀正しい心ですね。礼儀正しい心を持って、对他、彼に接すると。彼、彼女に接すると。これが重要だと。善徒最長的就是父母。付き合いが一番長いのは、父母、親ですね。両親であると。 很多人对自己的父母不好。多くの人は、对、对は何々にですね。対してですね。自分の両親に不好。あまりよく接していないと。態度が悪かったりすると。有些人甚至、好长时间没有联系了。中には、甚至、何々でさえですね。すごい長い時間も、両親と連絡を取らない人たちさえいる。 連親人と相处不好だ人。親連っていうのはまあ家族とか親戚ですね。家族とか親戚でさえ、連は何々でさえですね。うまく付き合えない、相处不好。うまくやっていけない人が、ズマホイが別人相处好な。どうしてゼマというのは、軽減なニュアンスがあるんでしたね。どうして他の人と赤の他人とうまくやっていけようか、といった感じですね。ニュアンス的にはそんなわけはないと。 从小春开始。小春というのは、親孝行ですね。親孝行から始めれば、そういう大事情都会变得更好。そういう大事情ですね。すべてのことは、会变得更好。もっと良くなっていくでしょうということですね。こういったことは、中国の古典でよく書いてありますね。自分の一番近い人間とうまくできない人が、他の人とうまくできるというのを期待すべきではないと。そんなことはないと。 いずれ壊れるという話ですね。与人交往时，真诚待人，往往能够建立更深厚的友谊。认识相处很久，就会觉得我跟他在一起工作许多年了，因此很了解他的性格。但是还是不可以太随便，一定要保持恭敬心对他。相处最长的就是父母。 很多人都对自己的父母不好，有些人甚至好长时间都没有联系了。年轻人都相处不好的人，怎么会跟别人相处好呢？从孝顺开始，所有的事情都会变得更好。孩子们热爱阅读，因此学校图书馆的借书率大幅提高。 难道他们本来就喜欢阅读吗？不是的，那怎么做到的呢？答案是看老师们就知道。休息时间，老师们都开始阅读，也不会勉强学生们看书。可是孩子们都会看到老师读书的样子。学校还鼓励家长们在孩子面前多看书，让孩子们看到自己爸妈读书的样子。 要想让孩子们多阅读，就要准备好环境。孩子周边的大人们爱阅读的话，孩子也会慢慢被启发。关键是我们大人们做孩子们的好榜样。孩子们热爱阅读，因此学校图书馆的借书率大幅提高。难道他们本来就喜欢阅读吗？不是的，那怎么做到的呢？ 答案是看老师们就知道。休息时间，老师们都开始阅读，也不会勉强学生们看书。可是孩子们都会看到老师读书的样子。学校还鼓励家长们在孩子面前多看书，让孩子们看到自己爸妈读书的样子。要想让孩子们多阅读，就要准备好环境。孩子周边的大人们爱阅读的话。 孩子也会慢慢被启发，关键是我们大人们做孩子们的好榜样。孩子们热爱阅读，子どたちは热爱というのは熱中するとかすごく好といった感じです。読書ですね。子供たちが読書に熱中して、因つそこでだからでしたね。学校图书馆的借书率。 借出というのは本を借りるですね。貸し出しの流、率ですね。貸し出し率が大幅提高。提高というのは高まったですね。大幅大幅に高まったと。子供たちが本が大好きになって、図書館から本を借りていく、その率が大きく高まったと。なんだろ、他们本来就喜欢阅读吗、ね なんだおがありますね。た分その子供たちは、もともとですね、もともと読書が好きだった、好きだったんでしょうかと。なんだおがあるので、元、ま、築、あ、的には、いや、そんなことはないと言いたいわけですね。武数だ。そうではないと。なあ、つま、ぞうだおだな。ぞうだおっていうのは、それを達成するですね。どのように今の状態を作り出したんでしょうかと。答案、し答案答えですね。その答えは、かんらわしゅめうめだ 先生たちを見れば分かりますと。少時間休憩時間に老師們都開始閱讀休憩時間になると、先生たちはみんな読書を始めると。その一方で、学生たちには、勉強というのは強制するです。はい、学生たちにはその読書を強制したりはしないと。可視だけど、孩子们都会看到、老师读书的样子。

让孩子们看到ですね。r u がありますね。子供たちに見せると。看到。子供たちが見えるようにすると。自己、爸、妈、读书だやんず。自分のお父さん、お母さんが本を読んでる姿を見せるようにすると。それが目的であると。要想让孩子们多阅读。子供たちにたくさん本を読んで欲しければ、就要準備好環境。その、 いい環境を準備する必要があると。孩子周辺の大人们子供の周りの大人たちが愛閱讀的话、愛、ね、阅読書が大好きであれば、孩子也慢慢被发发というのは啓発するとか、示唆するみたいな感じですね。それの受け身系ですね。被。子供たちはだんだんそれに触発、触発されていくと。影響されると。そして子供たちも本を読むようになると。 关键是、ね、关键というのは鍵ですね。キーポイントみたいな感じです。我们大人们做孩子们的好柏樹。ね。キーポイントは、私たち大人が子供のお手本になることですと。見本になると。いい見本になると。ロールモデルっていうんですかそういうのになる必要があるって言ってるわけですね。孩子们热爱阅读。 因此，学校图书馆的借书率大幅提高。难道他们本来就喜欢阅读吗？不是的，那怎么做到的呢？答案是看老师们就知道。休息时间，老师们都开始阅读，也不会勉强学生们看书。可是，孩子们都会看到老师读书的样子。学校还鼓励家长们在孩子面前多看书。 让孩子们看到自己爸妈读书的样子。要想让孩子们多阅读，就要准备好环境。孩子周边的大人们爱阅读的话，孩子也会慢慢被启发。关键是我们大人们做孩子们的好榜样。环境污染严重，因此政府制定了一系列的环保政策。 但是有了政策才行动起来，有了惩罚才注意，是完全没有责任的行为。现在世界人口有六七十个亿，我们人类的行为对地球的影响非常大。如果每个人留个环保的心，注意小小的行为，就能有很大的改变。比如，不要每次拿塑料袋。 在餐厅里尽量不要用一次性筷子，东西坏了不要马上换，自己修一下还能用就继续用。还有用水用电也可以节约点，都是很简单的事情，就是不要考虑自己的利益而考虑别人的利益。环境污染严重，因此政府制定了一系列的环保政策。 但是有了政策才行动起来，有了惩罚才注意，是完全没有责任的行为。现在世界人口有六七十个亿，我们人类的行为对地球的影响非常大。如果每个人留个环保的心，注意小小的行为，就能有很大的改变。比如，不要每次拿塑料袋。 在餐厅里尽量不要用一次性筷子，东西坏了不要马上换，自己修一下还能用就继续用。还有用水用电也可以节约点，都是很简单的事情，就是不要考虑自己的利益而考虑别人的利益。环境污染严重，環境污染ですね。 環境汚染が炎上ひどいと。因此、そこで政府制定了。政府は制定したんですね。制定了。一系列ジョ保政策。一連の環境保護政策を制定したと。但是、だけど、有了政策、才行動起来。政策ができたから、才というのは、そして初めてでしたね。政策ができて初めて、行動起来。 行動を起こす。要ら、懲罰、才、注意。懲罰というのは、罰とか処罰ですね。処罰があるから、初めて注意、気をつける。是完全没有責任的行為。それは、完全没有責任というのは、全く責任感のない行為というのは、行為だと。行動だと。その政策ができたからやり始める。とか、罰があるから自分は気をつける。というのは、もう無責任だというわけですね。 現在世界人口、今世界の人口は有670个位、670億いますが、我们人類的行為、私たち人,人類というのは人類ですね。人類、人間の行為、行為が、对地球的影響非常大。地球に対する影響というのはものすごく大きいと。如果每个人留个环保的心、もし、ね、每个人、一人、一人一人が、 よが、环保だ、心。量というのはですね、心に止めるとか、気に止めるですね。环保だ、心というのは、バ保、環境保護ですね。環境保護の心、エコの心を持っていれば、注意、小々だ、心イね。ちょっとした、小々だ、心紋。ね。ちょっとした小小、ね、ちょっとした行為に気をつけるだけで、じゃあ、能変態だ、改変。それで、大きな変化をもたらすことができると。ビル、例えば、 不要一塑料袋ね、毎回そのビニール袋をもらわないと。ビ料袋はビニール袋です。っていうのはプラスチックのことを言います。在餐厅里、レストランで、尽量、不要用次性筷子、一新、箔図。できるだけ尽量ですね。不要用。一新、筷子。一新というのは使い捨てのです、ね、使い捨ての箸をできるだけ使わないようにすると。お店にある箸を使うようにすると。どんし、廃了。 物が壊れたら、不要馬上え、ね、すぐに買えるんじゃなくて自、自分でちょっと直してみて、まだ使えるんであれば、そのまま使い続けると。はいよ、用水用電、ね。水とか電気を使うときにも、いえ、可以解約点。ちょっとは節約するようにした方がいいと。ね、こういった小さい行動が大事と言ってますね。 ど是很简单的事情。すべてすごく簡単なことでありますと。就是、不要考慮自己的利益。就是というのはそれこそ強調するわけですね。不要考慮自己的利益というのは自分の利益を考えないと。而考慮别人的利益。自分の利益を考えるのではなく、他の人の利益を考える。ただ、それだけのことですと。すごく簡単なことです。というわけですね。はい。 自分のことをま考えないとね。他の人のためになることだけを考えるということですね。环境污染严重，因此政府制定了一系列的环保政策。但是有了政策才行动起来，有了惩罚才注意，是完全没有责任的行为。现在世界人口有六七十个亿，我们人类的行为对地球的影响非常大。 如果每个人留个环保的心，注意小小的行为，就能有很大的改变。比如，不要每次拿塑料袋，在餐厅里尽量不要用一次性筷子。东西坏了，不要马上换，自己修一下还能用就继续用。还有用水用电也可以节约点，都是很简单的事情，就是不要考虑自己的利益。 而考慮別あ皆さんお疲れ様でした。これがですね、今日の文法でした。では今回のレッスンもですね、ブログの中で詳しく紹介しています。あと単語の意味とかも紹介していますので、ぜひそちらもですね、チェックして復習してみてください。ポイントは何度も何度も繰り返すことです。では皆さん、最後までありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。さようなら。